けたたましいい音とともに勢いよく落下する扉重害対策の切り札として愛知県と豊橋の企業などが4年前に開発したその名もオリベー2高さ2メートル7 0センチ幅5メートルを超える大きな囲い罠でカメラとセンサーが動物を感知するとスマートフォンに通知が入り画面を見ながら遠隔操作で罠を起動。 野生動物を群れごと捕獲できる最新装置です。近年全国各地で鹿やイノシシなどの野生動物による農作物への被害は増えていて、愛知県でも被害金額は年間4億3000万円を超えています。住宅街に出没し人に危害を加えるケースも。 豊田市でも獣害被害が相次いだため、3年前にこのオリベー2を2基導入。アスケ地区と小原地区で23頭を捕獲し、成果を挙げました。今日は被害が減った小原地区のものを、茶畑の新芽が食い荒らされるなどの被害に悩む下山地区へと移設する作業が行われました。 どどんどんまた被害が及ぶということで、まあ、防御よりも駆除ということで1頭入ったからガチャじゃなくして集団ででで捕獲できるという点ではいい点は思います愛知県では三河地区を中心に23機が稼働中のオリベー2今後も活躍が期待されます。